新世紀、ミレニアム、そして世紀末、その世紀をまたいできたタッグチームが今宵9年ぶりに復活します。ノーヒアー大森隆夫、そして後ろ高山義弘、プロレス界に旋風を起こしたタッグチーム、いかなる敵をも恐れることなく、いかなる状況にも屈することなく、二人の男は一つの時代を築き、そして解散、伝説と化しました。そのタッグチームが9年の時を経て今復活、その名はノーフィアー大森隆夫、そして高山義弘、トップロープをひとまたぎ、ノーフィアー今宵オールトギャザーのリングに復活。9年ぶりのノーフィア復活、そしてそのノーフィア大森の前にこの男が立ちます。同い年、そして同じ年にデビュー、大森にとってはデビュー前からライバル視してきた最高の、そして最長のライバル、それがこの9年ぶりに復活したノーフィアの前に立ちます。秋山純が姿を現します。三沢、川田、田上、小橋、四天王と言われた4人の戦いに食い込み、そして五強時代を自ら築いた秋山純、ノアのタオルを背に広げました。ついに大森の一歩先を歩いていたい、その気持ちはデビュー当時から戦うことのなくなった今も抱いています。9年前、あのノーフィア解散の時、後楽園ホール、リング上、対角線の先にいた男が復活の今宵も対戦相手としてノーフィアの前に立ちます。プロレスリングのは秋山純。3回目、しかしこのタッグは何の意識をすることもなく自然体で戦うことができる。向かうノーフィアーとは初対戦、正直どんなチームなのかわからない、わからない時は真っ正直に行くだけですよ。佐々木健介は試合前そう語りました。今宵この秋山純とタッグを組む佐々木健介が姿を現します。佐々木健介復活のノーフィアーに猪突猛進、秋山というパートナーとのタッグで佐々木健介が己の全てをぶつけていきます。佐々木健介は健介オフィスのタオルを手に入場してまいりました。かつて新日本の IWGP、 全日本の3冠、そしてノアの GSC、3つのベルトを制覇した初めての男、佐々木健介、その名誉と誇りを自らの体育に収め、オールトギャザーのリングに立ちます。
9年ぶりのノーフィア復活となる今宵の第8試合です。放送の解説は丸藤直美選手、そして鈴木実選手です。丸藤さん、はい、ノーフィアが9年ぶりに復活ですね。そうですね、もう永遠にないと思っていた復活なんですけれども、はい、ちょっと楽しみですね。実さんはこのタッグマッチをどうご覧になりますか。どうってね、どうもこうもないけどね、はいはい、さあ、秋山と大森の先発です。今、禁断の扉が開けられました。それは禁断だよね。秋山にしてみたら大森裏切り者だもんね、はい、それは裏切り者だね。フォアに上がることのなくなった、みんな秋山を応援してるよ。高尾、そしてその大森が常にライバル視してきました秋山陣です。その秋山と大森が先発を買って出ました。ただのライバルだけじゃないでしょ、はい、そういったね、昔のことはもういいなんて忘れてないでしょ、この2人の中には。なるほど、はい、そしてこのノーフィア解散の時にリング上、その対決戦場にいたのがこの秋山純なんですよ。そんなん誰も知らないな。そうですか。秋山純の、まあ、挑発もありまして、この大森高尾はあばよという一言をこの高山に言ってそしてノーフィアは解散した。あばよって言ったの、はい、9年前のことです。そして9年の、はい、あの一言でした。そして9年の時を経て今このノーフィアがオールトゲザーのリングに立っています。体当たりは五分と五分、張り手張っていく、それを受け止める秋山純。この辺は丸内さん、はい、意地と意地の張り合いという感じがするんですが、大森さんのノアからいなくなった時のね、いろんな戦いとかそういうのもありますからね、はい、まあ、秋山さんもいろんな気持ちがあると思うんですけど、はい、あとお互いのコンディションがあの頃と比べてどうかっていう部分ですよね。なるほどね、うん、ここまでの戦いぶりを見てこの2人をどうご覧になりますか、丸藤さんは。いや、まだ、ね、何が始まったわけじゃないと思うんだけど、はい、まあ、コンディション的には良さそうですね。さあ、まだこのノーフィアは大森高尾、その目の前の秋山純に対峙していきます。まだこのノーフィアがタッチを交わす場面はありません。さあ、今度は秋山が押し込んでいきます。そしてストマックに膝、そして赤コーナーの秋山佐々木が先にタッチを交わします。このメンバー的に、ね、はい、秋山、佐々木、高山っていうのは、ね、はい、ノアで上がってるメンバーなんで、そこにこの大森さんが入ることによって本当に全然違う。そうですね、そして佐々木健介は高山を指名しました。大森、高山、9年ぶりのタッチを交わした。そしてリング上は佐々木健介と高山義弘です。みのるさん、はい、この秋山佐々木健介組といいますと、まあ、2008年になりますが、高山みのる組で戦ったことがありますね。あるね、はい、どんな印象を持ちましたか。どんな印象、あ、はい、秋山が目立ちたがり屋の佐々木健介を持ち上げて、はいはい、で健介は持ち上げられて気持ちよくなってるから機能してるタッグチーム、そんな感じですね。秋山って大体誰とやってもそうやって持ち上げるじゃん、はい、で自分のパートナーを気持ちよくさせて能力出させるっていうタイプなんで、はい、それがうまく機能してるんじゃないですか。なるほどね、まあ、それがこの佐々木健介が自然体で戦えるという言葉につながるわけですか、うん、まあ自然体が目立ちたがり屋ですからね、はい、ちょうどいいんじゃないですか、さあ力比べの体勢、あの時には30分一本勝負で29分56秒で秋山佐々木組がタッグを組んだんですが勝っています。さあ、逆水平チョップ、そして高山のエルボー、この日本武道館1万7000人超満員のファンを沸かせます。さあ、高山を振って佐々木健介に体当たり、これも五分と五分、佐々木健介自らロープ、そしてこれも五分と五分受け止めます。そして両者これも丸井さん、はい、ヘビー級としての意地の張り合いですよね。ヘビー級というかこれだけ身長差あって、はい、これだけ互角に渡り合うというのはすごいですよね、はい、顔面ファイキックからパワースラム。さあ、そして佐々木健介と秋山がタッチを交わします。
まあ、今日はあの皆さんオールトゥゲザーというリングなんですけども、はい、あの3月11日東日本大震災の時には、うん、稔さんは石巻に向かう会場に行く途中だったそうですね。そうだね、仙台と石巻のちょうど間ぐらいですね、はいはい、もう鮮烈な印象として残っていると思うんですけども、その稔さんがこのオールトゥゲザーのこの大会どのようにご覧になってますか。ご覧になってる、はい、ご覧になってるの意味がわからないです。あのこの戦いに参加をしている、うん、いや、まあ、あの日本にいるレスラーみんな集まって、はい、やっぱあの大きな力を生み出して、あのやっぱ苦しんでる人たちに勇気を与えようって大会だから、はい、いいんじゃないかなと思いますけど、はい、ね、まあ、高山もそのあたりのことはやはり復興支援のために今日はノーフィアというタッグを組んだんだ、そのようなことを言っています。アンパー2です。でも懐かしい、ね、そうですね、うん、さあ試合の権利は大森隆夫と秋山順に移っています。で今回あの、はい、オールスターではなくオールトゥゲザーじゃないですか、はい、だからこういうタッグも生まれるんじゃないですかね。ノーフィアという、そうですね、やっぱそういう復興支援、まあ、ありそうでないやつをみんなでやっちまおうみたいな大会じゃないですか、はい、それでそこに夢が生まれると思うんで、はいはい、これがあのオールスターという名前がもしつくなら、はい、俺はあの自分の、ね、さっき出た試合順ですか、はい、あそこに納得もしないし、それこそ乱入してやるぐらいの気持ちでもいますからね。なるほど、はい、ただオールトゥギャザーなんで、はい、みんなでパワーを生み出すんで別に何試合でも俺は良かったんで、はいはい、でそのうちの一つがこのノーフィア復活ですか。なるほどね、はい、まあ、実現することがないと思われていたこのノーフィアが9年ぶりにこのオールトゥギャザーの名のもとに復活してきました。そしてこのノーフィアの2人が秋山の顔面を踏みつけていきます。そしてそのシーンを撮れとカメラマンに指示を出しました。苦悶の表情を浮かべるこの秋山純、苦しい状況です。まあ、この秋山が試合前に言っていたのは、自分がシングルマッチで鮮烈に覚えているのは3つあると。1つがデビュー戦の小橋戦、あーとダブルの、そしてノーフィアドロップ。さあ高山カバーに入った、なんとか肩を上げています。秋山が言っていた3つというのはデビュー戦の小橋戦、そして GSC を取った三沢戦、そして7秒で負けた大森戦だと話をしています。ありましたね、7秒、はい、さあ組み付けカバー、カントワンです。秋山にとっては屈辱的なカバー、アックスボンバーですね。そうですね、後頭部そして前からのアックスボンバー2発受けました。さあ秋山がニュートラルコーナーに振られて、そして高山バックを取って、さあそれはなんとかかわしていく秋山です。さあジャンピニー、そして佐々木健介とタッチを交わします。どうなんでしょう、みのるさん、はい、佐々木健介は気持ちよくやれてる感じですか。じゃないですか、今秋山がせっかく、ね、はい、やられてるところ高山を倒したのに、はい、今一番いいところを健介に譲りましたからね。なるほど、はい、そして高山ニュートラルコーナー背にしている。さあフェンスケがニュートラルコーナー反対側に飛ばしていって、そしてフェイスクラッシャー。さあリング上高山大の字です。その高山に向かってこのあとキックで迎撃からトルネードボム。さあカバーに入るカウンター2です。あ、ミノルさんはこのケンスケと言いますと、はい、もう若い時から、そして最近も三冠戦などもありましたし、はい、まあ、様々な思いがあると思うんですけども、どういう印象がありますか。嫌いです。嫌いです。逆一本、はい、こっちの赤コーナーの佐々木ケンスケと秋山純は嫌いですね。嫌いなチームです。一言ですか、はい、その嫌いな理由っていうのはどういったところですか。2人とも俺に勝った瞬間に俺のが強いだろっていう顔したんで、だから嫌いです。なるほどね。確かに秋山はもう GSC のベルトをかけて戦ったことがあります、はい、さあストロングルホールド、それを決めている佐々木健介に向かって大森隆夫必死のカットに向かっていく。カウンターのラリアット、大森場外大の字、
し、高山に向かってのラリアット。高山ふらつくところ、画面ハイキック。しかし佐々木健介、腕を打ち込んでいく。さあキックと右腕の攻防戦。さあ画面、そしてラリアット、しかし倒れない。高山も倒れません。ラリアット、この強烈なラリアット受け止めた。さあこれも止めている。しかし高山ふらついている。佐々木健介が身を挺して、あラリアットいく。しかし高山倒れません。アーニーリフト。しかし立ち上がってラリアット、もう一度高山立ち上がった。アーニーリフト、まさに恐れ知らずのオフィア。何度でも苦しめられても倒れず、そして立ち上がる。さあ試合の権利は再び秋山と大森。さあ秋山が振られて大森が向かっていく。しかしここはキックで迎撃、そしてラリオット、さあカバーに入る。カウントワン。さあ攻防が激しくなってきました。エルボースマッシュからスリーパー、フライトのところ膝を打ち込んで、そしてフロントでクロック、ぐーっと絞っていく。さあグラウンドでのフロントネックロック。丸井さん、はい、いかがですかこのフロントネックロック。俺に聞くより鈴木さんに聞いたことないですね。井上さん、いかがですか、はい、いかがですか、はい、これ腰上げたまんまの方がいいですね。大森が、はあ、これ腰が下がってくると、はい、やっぱテコの原理で首決まっちゃうんで、はい、腰を上げて防御した方がいいと思います。秋山としてはその腰を下げるべく、そのために足を組んでるわけですから。なるほど。ちょうど線抜きと同じ状況になるんですよね。はいはいはい、だから相手の体が伸びれば、はい、テコの原理で首が決まるっていう技なんで、はい、腰をこう高く上げた方が決まりづらいですね、うん、はい、これは腰を落とさないと見てカバーに行きました。カバーはカウントセ、なんとか肩を上げました。9年ぶり復活のノーフィア大森高尾。さあそして下から蹴り上げる。あトラスキック、そして大森、あドライブ逃げるキック、そしてカバーに入る。カバーはカウントツーです。首をかき切るポーズを見せた。コートアウェイ、そして前からアッツボンバー、あーエクサイダー打たせません。そしてアッツボンバー、かつて秋山が7秒で負けた時にはコートアウェイのアッツボンバー、そして前からのアッツボンバー。しかし秋山もよく見ていました。そして秋山が先に佐々木健介とタッチを交わせ、ノーフィアはまだタッチを交わすことができない。さあダーリアト、すごいすごいっていうのは、はい、さあノーザンライトボミーはいけない。そしてバックを捉えたブルネルソンの体勢、引っこ抜きました。そして赤コーナーの2人を分断する。ノーフィアの2人、先ほどはノーフィアドロップ、1つの合体技を見せました。さあ、今度は2つ目の合体技を見せることができるか。まずは高山、そして大森に振って画面ハイキック。さあ、バックドロップのネックブレイカー、高いところから落とされた。結構危ない角度ですね。はい、カバーは反発。昔テレビで見たことある、これ。そうですか。そのテレビで見たものを今、まさにリング上で表現している。さあそして今度はサンドイッチに行くぞ、ラリアットダックスボンバー。これもミノルさん、はい、テレビで見たことあるんじゃないですか。いやこれは覚えないです。そうですか、はい、カバーは貫突。健介でも膝から崩れましたね、聞いたんじゃないですかさっきの、 あのバックドロップとネックブリカーのやつ。そうですか、はい、さあアジアタック、世界タック、GC タックを取って、そしてこのプロレス界席巻してきたノーフィア。しかしここは秋山がカットに入ります。さあフルネルソンの体勢から前に落とした、フルネルソンボム。そして今度は青コーナートップに登っていく。何や大森高尾は何を見せるのか。
ああダイビングのいいドロップ、高いところから落としてカバーはパート、パートでモーフィア9年ぶりの勝利になるかという瞬間でした。しかしもう一度肘を触ります。場外では高山と秋山、そしてリング上大森がこの佐々木健介からスリーカウントを奪うことができるか。腕をぐるぐる回す、そしてダリアットが右腕にいった、そして今度は後ろからもう一度前からいったダリアット、そして秋山も入ってきたエクスプレイダー。さあ秋山、佐々木健介気合を込めてダリアット、これ決まったんじゃないですか。一つ前のラリアットでもうだいぶきつかったじゃないですか。キャッチとこでノーフィア恐れ知らず肩を上げましたね。さあ風名乗りを受けます、この佐々木健介、秋山純です。いやそして高山はすでにもうリングを後にしています。9年ぶりに復活したノーフィア、高山はすでにリングを後にしました。風名乗りを受ける秋山、佐々木健介、そしてその横でリング上大の字大森高尾、このノーフィア復活は一夜限りの夢だったんでしょうか。もう高山さん置いてっちゃいましたね。そうですね、かつて9年前の仙台でもノーフィア戦って別々にリングを後にしたという場面もありましたが、さあ、やはり大森高尾それだけの衝撃がありました。そして秋山、大森、今大森を引き上げて、お、場外に落とす、場外に秋山を落とします。ライバル関係はいつまでも続きます。デビューする前から大森はこの秋山をライバル知っていました。そして秋山はこの大森の常に一歩先前を行くことを意識していました。オールトゥゲザーの名のもとに9年ぶりに復活したノーフィア、このタッグを秋山、佐々木健介組が下しました。勝負タイムは15分44秒でした。ノーフィア9年ぶりの復活は一夜限りの夢だったんでしょうか。